大谷ネットの平林昇です。今回はですね、地域分散型ネットワーク、これをテーマにですね、お話をさせていただきたいと思います。この、同意語っていうのがですね、そのものはこれインターネットをこう表しているかと思うんですね。でこのインターネットのこの同意語にですね、グローカル、こういう、考え方があるんですね。ローカルとグローバルのこう合成語ですね。でこのローカルを中心として世界を動いている、こういうことなんですね。でこのグローカル、名もないこう地域がですね、こう主人公になり得る時代が来たってことなんですね。で今までこの世界の中心っていうと、このビッグネームっていうのか、このニューヨークだ、パリだ、ロンドンだって、こういう大きなこう都市ってことをこうイメージするわけなんですが、これからのこの時代、ネットワークの時代っていうのは、名もないこう、田舎、名もないこう地域がですね、しっかりとした自分、アイアムヒアじゃないんですけど、ここにですね、いわゆるしっかりしたこう存在感、プレゼンスっていうものが持てればですね、こう世界とつながっていく、いわゆる世界とやり取りができるってことなんですね。交流ができる、こういう一つの大きなチャンスがありますよってことだと思うんですね。でこの従来のですね、この、一つのこの構造っていうのは、ものすごくこう重構造っていうのか、重たい構造っていうんですかね、いわゆるこのお金とかですね、この組織とか、いわゆる大きくなければなかなか物がこう、いわゆる影響力がなかった、こういう時代がこう続いたわけなんですね。資本を中心とした時代っていうのはですね、これがですね、情報、人を動かす心、人を動かす力があれば世の中は変えていける。逆に言うと、人がその気になってもらえれば、いわゆる向こうからやってくるっていうですね、こういうこの時代になったってことなんですね。これがこのいわゆるネットワーク時代の大きな特徴ってことかと思うんですね。こういうことをですね、この象徴的にこう表している言葉が、地域分散型ネットワーク、あるいはグローカルっていう、こういう言葉かと思うんですね。で私今この大谷ネットって、こう実際大谷さんホームページを持ちましょう、自立しましょう、何を置いても自立しましょう、自立したら今度は地域で、いわゆる今度は共同受注、総合客付けできる地域のネットワークを作りましょう、まさしくこれ地域分散型、この大谷さんのこの地域っていうのは、まさしくこの町に住みたいっていうお客様の情報を共有できる大谷さんと一緒に仕事ができないかってことなんですね。これが地域ってことなんですね。地域の特性ってことなんですね。ですからこの大谷ネット、まさしく一番の中心は地域の大谷ネットなんですね。ここがマネジメントの単位になるわけなんですね。もともとのマネジメントのっていうのは大谷さん独自 の, このマネジメントだけど、ここからいわゆる派生した、いわゆるこのいわゆる情報っていうものを地域で共有しながら、もう一つ地域でしっかりしたこの事業のこのいわゆる母体っていうものを作ろう、セーフティーネットっていうものを作ろうっていうのが、大谷ネットってことなんですね。ですからこの、地域分散型ネットワーク、まさしくこれ大谷ネットそのものの一つのこの、形態をこう表している言葉かと思うんですね。地域分散型ネットワーク、私はこの町の大谷ですよ、こういう人たちが地域に集まって、日本中からこの地域にお客さんを集めようってことなんですね。でこのシェアの仕方、これを大谷さん頭を使って作りましょうってことなんですね。でこのその裏付けを、いわゆるバックアップをするものがインターネットの情報、いわゆる戦略ですよってことなんですね。ですから人をその気にさせる情報ってものを外にどのようにこう出していけるか、ああそういうことだったらっていうお客さんをどれだけ集められるかっていうのがですね、いわゆる大谷ネットの、いわゆる大谷さんの役割っていうことなんですね。ですからこの地域の大谷さん、商売がたけじゃありませんよ、これがネットワークの時代の生き方ですよ、これをこう教えてくれているのはこう地域分散型ネットワーク、大谷ネットってことだと思います。